ベランダから遺体を投げ捨て、争った形跡を消すために部屋を元通りに片付けてから逃げたものと思われます。殺す前と同じ順番でね。このブレスレットさ、あの亮って人が直してくれたんだって。それも壊れる前と弾の順番が全部一緒だったんだって。これも火傷の跡あんだよ。火傷お揃いだね。君たの殺害者の殺しの写真あったやろ。やっぱりや、この子や。私もうどうしたらいいかわからないの。帰らない、今日は帰らない。順番が壊れる前と一緒か。へえ、外は綺麗けど中はちょっとな。いや、どこの店もこんな感じですよ。あ、そう、ほんまかいな。なるほど、見た目は綺麗けど中はちょっと。あ、これ。お、すまん。あと15分。え？いや、他の人が来るまでだいたいあと15分だから。いや、一応まだここを勤め出してから日が経ってないんで、いきなりね、刑事さんとツーショットでいるのも。お、これ美味しいな。まあ、それアールグレーです。なるほど。アールグレーってなんや。あ、そうや、これな、美和ちゃんが置いてきちゃったのよ。一回壊れて直したらしいね。それがな、壊れたのにこの玉一つも間違わずに直しとんのよ。不思議やろ。君、三田の女子大生の殺人事件知ってるよな。ああ、あの子のな、ビデオがやな。あ、そうや、お前ショコラ見たか。見てないけど面白いのよ。うん、そんなことはどうでもいいね。そのビデオがやな、争って殺した後と殺す前と同じように並んどんのよ。不思議やろ。こっちも不思議や、あっちも不思議やね。同じように同じように不思議やのよな。それ同じやつの仕業かもね。それお前やろ。あ、そうか、じゃあ違うわ。ほんまかいな。だって俺その三田の女子大生って知らないの。ああ、知らんのか。うん、ごめん。あ、そうか。帰るわ。あ、お疲れ様でした。お疲れさん。あ、そうや、最後に人を殺す時ってどんな気持ちや。気持ちいいよ。バイオハザードでしか殺したことないけど。何そのバイオハザード。ゲーム、ゲーム。ああ、ゲームか。ああ、目がチカチカするやつな。それ年ですよ。おっさんやもん。おっさん舐めるとな、えらい目に遭うぞ。あ、ごちそうさん。おや、あの三田の女子大生殺しあれどうなってんねん。ああ、難航してる。被害者の恋人の大隈圭吾君だっけ。彼はやっぱり容疑を認めてないみたいだし。この写真載っとるやつは全部調べた。
え、もちろん本庁の人たちがしたみたいよ。この子は宮下ゆき19歳、被害者の遊び友達だったみたいよ。これはたまたまホームパーティーに呼ばれた時に撮ったみたいで、そんな仲良いわけでもないみたい。この前からどうしたの？いや、この子を見たのよ。え？いや、知り合いの知り合いだけどな。知り合いって？いや、ことじゃ、すまんけどちょっと付き合うて。朝帰りとはどういうことだね、美和。どこで何をしていたのか言いなさい。亮さんと一緒でした。亮？この間のフランス料理屋の。コックの見習いか？彼が好きです。そんな不死だらな娘に育った覚えはない。はい、もしもし。私、美和。どうしたの？お願いがあるの。何？家から出られなくなったの。お父様やお母様にあの人のことがバレて、もう家から出してもらえなくなったの。あの人ってあの霊部の人？そう、亮さん。あの人と一晩一緒だったの。ねえ優子さん、あの人に会えるようにしてほしいの。分かった。いいんじゃねえかこの写真で。メニューは1万5000のコース紹介します。はい、お待たせ。これで OK だって。あ、どうも。お手数かけました。掲載来月なんで、掲載誌できたらお送りします。じゃあオーナーにも伝えときます。お願いします。あ、何？まだ何か？なんでキュウリがねえんだよ。すいません。あ、ヤオゼンからもう入りますよ。本当？はい、あるんじゃん。よかった。忙しい時間だね。これからはランチタイムだから。ごめん、3分だけ。美和のことなんだけど、今家から自由に出られないらしいの。どうして？どうしてって、あなたと一緒にいて朝帰りしたからでしょ。はっきり言うね。だってそうでしょ。で、あなたに会いたいから私にどうにかしてほしいって言ってきたの。キューピッドだ。あなた楽しんでるかもしれないけど、美和は必死なの。必死？そう、お嬢さんなんだから。あなたみたいなのと付き合うの大変なのよ。ごめん。うん、分かるよ。そういうのよくあるもんね。身分違いの恋っていうの。いや、いいよ。どうすればいいの？私が美和連れ出すから会ってほしいの。 OK、 じゃあ電話して。分かった。あ、電話番号。 あいつ知ってるから。あいつだから、ミーは。あ、そっか。じゃあ。あ、何これ。どうもありがとう。うん、今お母様から聞きましたよ。お友達とカラオケなどして遅くなって、お父様に叱られたんですって。悪いお嬢様だ。いつまでも子供で。じゃあ機嫌が治るようにケーキ2つ食べますか。まあ。お母様どうぞ。このケーキ、それオマールエビのサラダやろ。でムール貝のスープ。あんちゃん、あんちゃん違うよ。え、これが前菜で、
ここがメインのお魚でお肉で一つずつ注文する。あ、そうか。あのこちらは夜のコースでして、お昼はあのこちらのセットの中からです。何じゃそれ。俺カレーでええわ。カレーはありません。あ、そしたら、はい、あの兄ちゃん呼んで。はい、あの亮とかいうあの知り合いやから。あ、はい、少々お待ちくださいませ。すまんな。はい、かんちゃん大丈夫や。こんにちは。あ、こんにちは。あ、つれ、まあ、すいません、こんな格好で。いえ、彼女や。え、いや、この前な、彼女連れてこいだからこうして連れてきたんや。ああ、綺麗な人ですね。じゃあ、どうかごゆっくり。仕事中すまんかったな。いやいや、全然。綺麗な子ね。悪魔や。え？あんな顔してな、悪魔や。この番組はトヨタ自動車、エステ化学、サントリー、メナード化粧品、旭化成、P&G の提供でお送りします。一つだけいいかな、部長に電話したいんだけど、いいかな。うちの部長怖いんだよね。連絡しないと。ギンボス登場。逃げてきた。何から？ドロドロから。またかよ。携帯鳴ってる。なんで嘘つくの？暇だから。ゴタゴタしてるな。私を洗うリピュアする。サントリー体内キレイ茶リピュア。洗うだけでまとまる髪になる。ビダルサスーンシャンプー&コンディショナー。ワックスなのにファイバーだから軽い付け心地。毛束ふわっと無重力ヘア、ビダルサスーンファイバーワックス誕生。備長炭で匂い取り、減って効き目が目に見える。これが備長炭パワー。エステ化学。あー、パファルデトンテ。香りを飾ろう。シャルダンクリスタルエアデビュー。エステ化学。いや、びっくりしちゃったな、いきなり彼女なんて。行きがかりじゃ休まかった。でもカンちゃんとフランス料理のランチなんて初めてだったね。もう今後二度とないわ。落ち着かんかった。じゃあなんで？あの子見たやろ、さっきの男の子。どう思う？どうって普通の子に見えたけど。なんか感じんねんな。感じるって？見たのな、女子大生殺しやったやろ。あれあいつがやったと思うね。まさか。なんで？だってカンちゃん、今まで何人も殺人犯って見てきてるでしょ。犯罪ってさ、何かが足りない人たちが恋焦がれてやるもんだよね。あの子はあんな綺麗でさらさら世の中渡ってきそうじゃない。そうかな。勘違いか。変なの。ん？変なカンちゃん。捜査会議にも出ないようなカンちゃんが、あの女子大生の事件のことだけは違うと思ったら、あの子のせいなのね。まあな。なんでそんなになるかな。分かれへん。自分でも分かれへんのよ。でもあの子にはカンちゃんを本気にさせる何かがあるんだね。そんな大層なことやないけどな。なんかあいつな、
危ない感じがすんねや。わしな、あいつに胸騒ぎすんのよ。いないよね、ゆう子さん待ってよ。どこ？そっちのいい時間で。じゃあ6時。わかった。じゃあここで。どうしようか。二人になりたいな。二人っきりになりたい。どうしたの？二人っきりになりたいって言ったから。やめとく。意地悪。ちゃん、やっぱりここか。もういいんじゃないかな。25年も経ってさ、そろそろ忘れてもいいんじゃない？そういうわけにもいかんのよ、かんちゃん。わしがあの時にな、しっかりしとったらこんなことになってへんねん。十分償ったと思うよ、かんちゃん。優子ちゃん引き取って育てたしさ。ね、でも優子ちゃん何も気づいてないの？あいつアホやからな。俺のことな、ほんまもんのアホの兄ちゃんや思っとるのよ。あいつのな、幸せになるのがな、わしの人生みたいなもんやからな。それじゃあかんちゃん寂しいよ。かんちゃんまだ若いじゃない。そうでもないからな。ゆうこちゃんしっかりしてるし、かんちゃんがそんなに心配しなくてもちゃんと幸せになると思うよ。大丈夫よ、ゆうこちゃんは。そうか。うん、絶対幸せになるって。そうか、ことちゃんに言われても100人力や。食べたいのか、ほら食べたいのか、ほらほら。あそこ圏外だったじゃん。
ねえ、ゆうこさんどうしよう。あ、このままタクシーで帰った方が早いんじゃない？私も一緒に行くよ。でも自転車も？あれ積めるでしょ。あ、そっかそっか。いい。やっぱり私一人で帰るから。え？でも私も一緒に帰った方が叱られないんじゃない？でももう一緒だと思う。ゆうこさんが帰ってからどうせ問い詰められることだし。そっか。ごめん、せっかく待っててくれたのに。うんうん、気にしないで。今日は連れ出してくれてどうもありがとう。電話するから。あんま無理しないで。じゃあ。飯でも食う？食わないでしょ、友達の彼氏と。あ、そう。さよなら。何？乗せてってあげてもいいよ、大通りまで。友達の彼氏とじゃまずいんじゃない？それにそれどうやって二人で飲むの？じゃあね、バイバイ。こういう時代、自分のことは自分で守ると言い出した姉は強くなりすぎました。その車はカローラフィールダー。ニューセンチュリーバリューアクアホワイト3倍の法則。染み込む染み込む染み込む、そして白く白く白く。ナノエフェクター C システムだからビタミン C が3倍浸透して。あ、3倍3倍美白薬用アクアホワイトメナードフェアルーセントから。急にあなたの言葉を感じた。同じ思いに生きている人よ。いつも前を向き歩いて行ける。水もう自分で飲め。危ないよ。男さん、お茶でも。ありがとう。でも水あげて。もういいのいいの。水お茶お茶。本当にもう男さん、お兄ちゃんよろしくね。え、お兄ちゃん警察の中に友達とかいないみたいだし。あ、ごめん。なんかさ、全然昇進っていうの部長とかになんないし、落ちこぼれてんじゃないかと思って。
そういうの興味ないから。でも琴子さんだけにはいろんなこと話してんじゃないかなと思って。うん、うん、大丈夫、任せて。本当？うん、いい友達で頑張るさ。ありがとう。友達か。何やってんすか。二日酔いや。あ、おはよう。おはようございます。おはようございます。あ、私もお茶欲しい。はい、わかりました。江口、お茶。え、お茶や。また三田の女子大生殺しの資料見てんの？被害者がな、どんな子やったかと思ってな。あ、そや、小杉は知っとったか。あの金持ちのお嬢さんが戻ったら、なんかこのご時世で家傾いとったらしいわ。そうなんだ。あ、それから、あの付け爪の破片が出たって現場から知っとった？付け爪ってなんすか？そんなもん知らんのか、持てんからな。失礼だな。あれよ、ほら浜崎あゆみとかがよくつけてるこんな。ああ、杉田さんなんかもつけるんですか？私は、あ、これね、被害者の付け爪が割れた破片じゃないかって。付け爪ね。お待たせしました。あ、ありがとう。ちょっとあの話しちゃうんだけどな、時間あるか。聞きたいっちゅうのはな、あの亮いうやつのことやねんけど。おじさん誰？え、俺か？更新所の人？うん、違う違う違う。お茶な。手帳屋やないで。取り調べ受けたやろ。三田の女子大生殺人事件の時にな、写真写っとったから。邪悪さやろ、あちこち調べよんのよ。あ、携帯電話登録がなされとったら全部かけて回れるからな。お店とかにも？もちろんせ。大変だね。大変そうやな、他の人は。おっちゃんは楽やね。いっぺん、おうたやろ、あの定食屋で。りょうというやつと一緒におった時や。怒らんと聞いてほしいんだけどな。で、初め水商売のお姉ちゃんや思ったのよ。あの綺麗し、ちょっと派手やから。首。え？そういうとこの方がお金も良くていいんだけど、すぐ首になる。なんで？人見知り激しくて、愛想もなくて、風俗もやろうとしたんだけどダメで、嫌な客とか来るとその場ですぐ入っちゃって怒られる。あ、ごめん。いや、あんまり正直でええな思ってな。おもろいな君。Hey, whoa, 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 Rachel, would you please listen to me? What? Why would I want to listen to you? Like I've told you many times, I wasn't doing anything that night, and you still act like a woman with PMS. Can you swear you didn't date anyone? No, yes, the women, they're saving themselves for bare bones or something. The movie was boring. Was it boring? Yes. But...坂さんよく笑ってたから、てっきり面白かったのかと。ああ、面白くなかったから、少しでも場を盛り上げようと思って笑ってみました。そしたら、優子さんも釣られて笑ってくれるかなと思って。
つきませんでした。あ、いや、あの、そんな謝らないでください。いや、ちょっと、いや、こっち、はい、すいません。あ、いや、あの、でもそれってどっちかっていうと私のために笑ってくれてたってことですよね。あの、そうとも言いますか。気がつかなかったもん。ごめんなさい。あ、いやいや、そんな、こちらこそ、あの、すいません。あの、今日は、あの、外しました、これ。あの、僕、映画見る目は確かなんですけどね。あ、優子さんのベスト5ってありますか。あの、ちなみに、すいません、ごめんなさい。あの、あ、ちなみに僕のベスト5は第5位、フェリーニの道、第4位、勝手にしやがれ、第3位、ローマの休日、第2位、フォレスト・ガンプ、そして第1位、インディ・ジョーンズ、しかも2、魔球の伝説。優子さんは、優子さんは、ごめんなさい、映画あんま見ないんです。 あ、ごめんなさい。でも、はい、好きな電気の法則ベスト5だったらすぐ言えます。第5位キルヒホフの法則、第4位アンペルの法則、第3位フレミングの法則、知らないですよね。でもちなみに第3位のフレミングの法則は高校の物理で習った、こういう、こう、あ、あ、ありましたね、こういう。あのな、これ言うてええのかどうか知らんけど、あの亮いうやつな、わしの知り合いと付き合うてんのよ。お金持ちのお嬢様知ってんのかい。なんとなく付き合ってても関係ない。関係ないってやな。あの人誰にも心開かないから、閉ざしてるから。女の人と付き合うことなんてあの人にとっては何の意味もない。誰も彼に近づけない。君は違うのかいな。君は特別か。君には心を開いとんのかいな。あ、すまかったな。あの、いろいろ立ち入ったこと聞いたり言ったりしてな。勘やで。どうもありがとうございました。え、こちらこそ。今まで付き合ってくださってありがとう。え、それどういう。ゆうこさん、いい人だから断らなくて困ってたんじゃないですか、僕のこと。慣れてます、お見合い初めてじゃないから。今まで4回やって3回は向こうから断られました。でもそのうち1回はどう見てもこれはないだろうっていうのが来て、で、僕の方から断ろうと思ったんですけども、あの、先手を打たれまして。まあ、あの、詳細はいいんですけれども、だから今回も断られるんじゃないかなって思ってました。でも優子さんを見てそれでも良かったって思いました。こんな可愛くて綺麗な人と会えただけでも嬉しかったです。見た目だけじゃなく、きっと心も優しい人です。そんなこと分かるんですか。分かりますね。女の人のことは映画で勉強いたしました。車拾ってきますね。向こうの通りまで出た方がいいのかな。保坂さん。はい。もうちょっとお付き合いしてみませんか。え、保坂さんのベスト1から5まで見てみたいです、映画。アホやで、ほんまにアホやな。アホアホ言わないでよ。ちょっとぐらい綺麗言われてぼーっとしてからにもうなあ。
もう少しお付き合いしませんか。こんな言い方してんやろ。あのな、見合いしてんぞ。見合いやぞ。それもう少しお付き合いしたら結婚やろなあ。そんなもん結婚が大きな口開けて待ってんねんからな。やっぱそうかな。当たり前やろ。ナンパして付き合うてんのちゃうねんからな。まあナンパなんかなされんわな。もう30近いねんし。まあそんな女ナンパすんのは宇宙人かフェチぐらいな。フェチ。やっぱり結婚か。まあ、ほんまに調子ええからな。お兄ちゃんには言われたくない。俺が言わない誰が言うねや。誰もカッコつけてからにも。お兄ちゃん、私に結婚してほしいの、してほしくないの、どっちなのよ。もういい、一人で考える。嫁には言ってほしいんだけどな。あ、それ、おいアホ、あのミヤちゃんから電話あったぞ。ミワ、優子さんから電話。ありがとう。あ、もしもし、ミワ。この前、遅く帰ったせいで、もう全然外に出られなくなったの。部屋からも出してもらえないの。ミワ。ねえ、優子さん。お願い、彼に手紙を渡してほしいの。手紙？分かった。じゃあ、明日定食屋で。定食屋？うん、おい、りょう。すいません、悪いけど、給料、タヌキ。すいません。かって。ワックスなのに、ファイバーだから、軽いつけ心地。毛束ふわっと、無重力ヘア。ビダルサスーンファイバーワックス、誕生。座る時がでかっと低骨あたりまで来る、まあ、確かに後ろは全然平気。仕事に集中したい時に、うん、お尻に集中しないで済む、うん、もう座っても安心。ウィスパー座る時ガード。ウィスパー。まだスプレーを振り回しているんですか。え、新開発消臭力ズバットショットで1秒リセット。すごい。ズバットショット消臭力。エステー科学。香りを飾ろう。シャルダンクリスタルエアデビュー。エステ科学。NEXT。 本当に自然を愛している人は自然からも愛される生き方をしています。 It's beautiful Beautiful Selection デビュー。おばあさん、なぜこんなところで寝ているの。ファンカーゴはベンチシートだからよ。横開きバックドアなの。狭い場所でも楽々だからよ。いただき。どこ行くの。うるさいな。本物の赤ずきん。そして私が偽ずきん。やられた。携帯空間ファンカーゴ。ファンカーゴ。Drive your dreams。 どうしよっかな。これ、ミワから預かった手紙。ちょっと行ったところにさ、うまいラーメン屋台あるんだけど行く？いや、近いから。ちょっとは？嘘でしょ。やったねえじゃん。あ、駅前にもう一軒あんだ。味大したことないけど、そっち行く？ことないなら食べたくない。わがままだね、あんたね。ちょっと行ったところに美味しいラーメン屋あるけど。食べたいんじゃ。別に。ねえ、そこニンニク効いてんの。あ、ちょっと。どっち。ちょっと早く、あっ、熱い。
なんで？だけど？ねえ、それどうしたの？この間小さい頃にって言ってたけど。火事。火事？うちが火事になったの。みんな燃えちゃったんだって。家も親も思い出もみんな燃えちゃった。やめよ、暗くなる。それいくつの時？2つか3つかな。何も覚えてない。何にも、うん、お父さんのこともお母さんのことも。あなたのは？あなたの肩の火傷は？うん、わかんない。わかんないって？いや、親父は俺が5歳の時に交通事故で死んでて、でお袋は病死して元々いないし、これやったの5歳より前だからあんまよく覚えてないし、教えてくれるやついないし、だから分かんない。それからどうして暮らしてたの？そこ行く？暗くなるよ。いいよ、やめよ。言いたくないならいいよ。施設。あんたみたいに兄ちゃんっていうのがいればよかったんだけどね。休みしたら、はあ、この間この子におったんや。なんか分かった？大したこと分からへんかったけどな、亮という男と付き合ってんのよ。またあの男の子、フランス料理屋の。そんな気になるの？やけどの跡があんのよ。小さい時にやったらしいよ。何、かんちゃん、まさか25年前の事件の男の子だと思ってるの？まさか、かんちゃん、この世に火傷の跡のある男の人なんて何万人もいるのよ。せやな。確かに渡したから、はい、あ、ごめん。じゃあバイバイ。もしもし。ああ、お兄ちゃん。あんな傘持ってきてくれへんかな。え
やだよ、雨降ってんだもん。だから言うてんねん。なあ、持ってきてくれ。もう頼むわ。分かってよ。出なきゃよかったな。傘もう一本、もう一本持ってくんねん。もうどんくさい女やな。あうるさいな。あせ、おい、たまにはどうや、ティーでもドリンクしに行かへんか。へえ、お兄ちゃんとデート。ちいちゃい頃は喜んできとったやないかい。なあ、帰りにあのクリームソーダ飲めるから。あ、久しぶりにクリームソーダ食べたいかも。お兄ちゃん、ちょっと待って。クリームソーダ食べたい。だから雨に濡れるから着てもうて。お兄ちゃん早く。だからお兄ちゃん残せ残せって言うたやろ。そうだよ、お兄ちゃんが残せ残せって子供の時みたいに言うからさ、なんか意地になって全部食べちゃったんちゃうかよ。とうとうほんまもんがアホになったな。嫁にはいけろ。大体な、さっきからよう、クリームソーダは食べるのとちゃうぞ。あれ、飲むねんからな。いい、食べるだよ。だってさ、ちゃんとスプーンついてくんじゃない。あれ、飲むねんやないか。だから、メニューのドリンクのとこの下に書いてあるやろ。飲まない、食べる、絶対食べる。お前は、お前みたい、わかった。お前みたいなやつが大体トマトをな。野菜だよ、あれ。フルーツって言うねん。あ、兄ちゃん、ちょっと。なに、もう、どんくさいな、もう。山登りもせんのにそんな靴履くから。そうなん、濡れてる。こっちが濡れんねや。早くしなさい。もう、はい、危ない。あ、smile, what's the use of crying?
that life is still worthwhile if you just smile. Time, you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. 疲れたんだな。ビューネ攻撃なかなか可愛いぞなんてな。俺もビューネ君になっちゃおう。ゆっくり私に染み込んで。メナード薬用ビューネ。これもや、これもや、これもや、これもや。何イラついてんだよ。おとなしくビューネしようぜ。あ、気持ちいい。もっと強く抱いてやる。メナード薬用ビューネ。こそ洗剤イオコさん、洗剤なしで汚れを落とす拭き掃除用シートでもう楽々ですね。教授、まあ8ヶ月ってとこだろ。アジの開きの化石だ。この豚肉日付が昭和です。素晴らしい。今度の学会で発表しよう。はい、3杯ラップしてジップしてこんなに綺麗な冷凍庫。サランラップとジップロック。まだ飲んでない。じゃあ知らないんだ。スミロカのうまさもったいない。炭が作った新しいうまさ、サントリー炭ロカ純生、売れてます。 The Great Cocktails! So, funny stories, Campari? Well, I dropped my contact lenses the other day. Ready? And you finished? First place, way! Great taste! The Great Cocktails! もう妹に何もせえへんって約束してくれ。あんたの兄貴、俺のこと殺人犯だと思って嗅ぎ回って。本当は誰が好きなの？あんた、人に期待なんてしないし、信用もしないし、愛さない。もうみんな喋っちゃうから。この番組はトヨタ自動車、エステー化学、サントリー、メナード化粧品、旭化成、P&G の提供でお送りしました。誰もあなたのこと本当は愛してないよ。